クルト・アイスナークルト・アイスナーは、バイエルン王国の政治家、作家。第一次世界大戦直後、ミュンヘン革命の中心人物として、バイエルン自由州の暫定首相に就任するが、反対派によって暗殺された。ユダヤ人の戦意向場主の息子として、ベルリンに生まれる。ベルリンのフンボルト大学で哲学とドイツ学を学び、学生の時は、劇作の批評などを行っていた。 卒業後、フランクフルト新聞をはじめ、様々な新聞の編集の職に就いた。1892年に結婚し文字を設ける。フリードリヒニーチェ批判の論文で注目された。皇帝ビィルヘルム2世を攻撃する記事を執筆したことで、不敬罪により9ヶ月間投獄されたこともある。ドイツ社会民主党の招聘に応じてその期間し、前身の編集員となり、 1898年に入党した。アイスナーは、イマニュエル・カントの啓蒙思想とマルクス主義を統合した、オーストリア・マルクス主義に似た思想を抱いていた。1900年に編集長のビルヘルム・リープ・クネヒトが死去すると、その最初の伝記を書いている。1905年、革命ではなく、改革により、理想を達成すべきというエドゥアルト・ベルンシュタインの中世主義をめぐって、 編集部内で対立が起き、アイスナーは、協情主義の編集部を去った。この頃妻とも離婚している。アイスナーは1907年に、ニュルンベルクに移って、やはり社会民主党計視の編集員となる。バイエルンに移ったことについて、後に彼は、プロイセン人よりもバイエルン人の方が自由な思想を、持っていた。プロイセンの規律主義は私には合わないと実戒している。さらに、 ミュンヘンの新聞に移る。この新聞では、ジャーナリスト、作家、そして演劇批評家として働き、知識人との交流を深めた。ミュンヘンで知り合った女性と住み、1917年に、戦災との離婚が正式に成立した後に再婚し、娘二人を設ける。1914年の第一次世界大戦勃発時、彼は戦争に肯定的だった。 しかし戦争が残豪戦となって一向に終わる気配がなく犠牲者を再現なく生み出すことが明らかになると彼は平和主義に転じた。当初は戦争の責任をロシア帝国とそのツアーリズムにあるとする政府のプロパガンダを信じていたが1915年頃からドイツこそ改戦責任があると思うようになった。このため戦争を肯定する社会民主党指導部の姿勢に不満を持ち、 クララツェトキンやアルベルト・アインシュタインらと共に反戦団体であるシンドイツ連盟に加入。ついで1917年に社会民主党から反戦派が分離して結成した独立社会民主党に入党し、バイエルンにおける党代表に就任する。翌年ミュンヘ編の労働者でも先導した罪で反逆罪を宣告された。敗戦が濃厚になった10月に、 刑務所から釈放されると、敗戦とドイツ革命の混乱の中で、バイエルン王家打倒を叫ぶ革命を組織した。11月7日に、ミュンヘンで大集会を開き、翌11月8日に労働者、兵士レーテの会合で、王政廃止とバイエルンの共和国家を決定。暫定首相に選出され、社会民主党及び独立社会民主党からなる臨時内閣を組閣した。 国王ルートビヒ三世はオーストリアに亡命し、無血革命は成功した。アイスナーはおよそ100日間首相権外相の座にあったが、この内閣は政権選挙管理内閣の性格が強く、実際の改革は選挙後に持ち越されることになった。争点となったのは、議会制民主主義を取るか、より急進的で直接民主制に近いれて、共和国制とするかだった。彼は、 中間派の立場であり、霊帝を議会の調整、助言機関として認めるが、行政権や立法権を与えるべきではないと考えており、あくまで国民に民主主義を定着させる意向措置と捉えていた。革命は民主主義そのものではない。革命は民主主義を勝ち取るためのものだという彼の言葉に、その考えは集約されている。 ミュンヘンのアイスナー暗殺地点にあるモニュメント、産業界や銀行、そして王道派の管理や放送の抵抗もあり、アイスナーの社会主義化政策は実現されなかったが、それでも1日8時間労働や婦人参政権などを実現した。アイスナーはまた保守層の拠りどころとなっているカトリック教会からも反感を買い、数奇教は神の怒りを買うと非難した。 外交政策では分離主義的思考を持っており、オーストリアやチェコスロバキアとの地域連合を理想とし、また、バイマル憲法の発行もまず各州の住民投票を経てからにするべきだと主張した。しかしいずれも政府内の反対で実現しなかった。また連合国に独自の施設を送ったため、ドイツ国暫定首相、フリードリヒエーベルトと対立し、また民族主義者らに 裏切り者と非難されて起死されるようになる。一方でアイスナーは、左翼からも批判された。1919年1月、ドイツ共産党は失業者4000人を動員して、ミュンヘンの社会省を占拠しようとしたが、警察に阻止され、死者3人、負傷8人を出して失敗した。アイスナーは、共産党指導者らを逮捕させたが、デモ隊の圧力で釈放せざるを得なかった。 共産党や無政府主義者は選挙のボイコットを呼びかけた。右翼から革命指導者と見られていたアイスナーは共産主義者から見れば日和美主義者に過ぎなかった。左右の板挟みになったアイスナーの意思や能力を疑う声が広まり、1919年1月12日に行われた選挙でアイスナーをユダヤ人のボリシェビキと個人攻撃したバイエルン人民党が 得票率35%で第一党33%を得た社会民主党が第二党となった。アイスナーの独立社会民主党はわずか2.5%という惨敗に終わり、アイスナーは辞任を余儀なくされた。2月21日、議会での辞任表明に向かう途上のアイスナーは、トゥーレ教会に属する学生と右翼将校アントングラーフ法があるコアオフ・ファーライの。 襲撃を受け、頭と背中に銃弾2発を受け即死した。護衛の警官に撃たれ瀕死の重傷を負いながらも、生存した犯人のアルコハーライは、襲撃の理由をアイスナーが連合国に秘密裏に通じていたためと供述している。直後に、革命派の青年が復讐と称して、右派の議員や社会民主党代表を襲撃し、議会はパニックに陥り政局は、 大混乱に陥った。恩恵派のアイスナーの死により、ミュンヘン革命は先鋭化し、極左勢力による、霊的共和国樹立、そしてその反動である、ウハギ遊軍による復讐へと発展していくことになる。ありがとうございます。